え、ジャスジャス、このこちらのあの青の方、青い鳥は青い鳥パパさんありがとうございます。マサラキさんリラックマとこリラックありがとうございます。パパさんリラックマありがとうございます。マサラキさん広い鳥ありがとう、黄色い鳥ありがとうございます。本当に黄色い鳥、じゃあ青いのは青い鳥でいいかな。青いの私初めて見たね、かわいい。なんかたい焼きとか飛んでるんだけど背景いいさん、ハートありがとうございます。すごいかわいいね。昨日こちらこそありがとうございました。高校展お疲れ様です。りょうさん青いありがとうございます。ね、なんか美味しそうで可愛らしい背景ですね。なんか全く可愛らしいことがなくて申し訳ない。なんだろうね青色乗せてない。うえー、ね、いろいろあるね。知らなかった。私さ、黄色い鳥、リラックマ、コリラックマぐらいしか知らない。でもリラックマのなんかペンとか小学生の頃使ってたりょうさんリラックマありがとうございます。リラックマ、リラックマのキーホルダーとか持ってた。キーホルダーとか、あ、私リラックマのファイル今でも使ってる。なんかさ、大きい A4 サイズじゃなくて、なんかこんぐらいのサイズの、そう、リラックマのファイルがあるんですよ。なんかこんなサイズのファイルってなかなかないし、ありがたいなと思ってまだ使ってるこんばんは。青い狼なの？知らなかったマコクマさんだるまありがとうございます。キュリでこんばんは。 NNB の、おー、 NNB さんのファンなの。ありがとうございます。やっぱ嬉しい。イワシさんリラックマありがとうございます。あ、リラックマのなんかあるよね、ネットフリで。まだ見てないまだ見てない。あ、確かにちょっと青い子狼に見えるかも。キョさん狼ありがとうございます。ね、リラックマ懐かしい。小学生の頃結構持ってたグッズ。ペンとか持ってます。なんかね、キャップ？キャップペンのね、ペンのキャップタイプのペンなんだけど、キャップの頭の先っぽの部分がリラックマなの。可愛らしいのを持ってました。RKP さん、コリラックマありがとうございます。そうね、リコプさんが反復横跳び。ハリーポッターは4まで終わりました。私は最近見てないです、時間がなくって。ノブリンさんリラックマありがとうございます。バウチさん風船ありがとうございます。リラックマさんが20周年なんだっけ。10周年。あや、あやややタタタンタンさんありがとうございます。ここ点は古賀さんのポジションですね。 NNB さんこんばんは。パパさんレインボーの星ありがとうございます。タッチャンハート100個ありがとうございます。ちょっと何周年か数字忘れちゃったけど、何周年かでおめでとうってことで、今回ねこんな感じにリラックマってなってるんだってことさん、リラックマありがとうございます。ちょっと何周年かちょっと忘れちゃった。いっちゃん大事なとこ忘れてしまった。何周年かすごい忘れて申し訳ない。あった、20周年だって。同い年だ。私すごい同い年いっぱいいる。プリキュアも同い年だし、リラックマとクリラックマも同い年だ。え、ってことで合ってるよね、数え方。アサラッキーさん、ハート。ありがとうございます。やった、私、プリキュアもだし、ヨックマ。同い年です。
てかね、その20年前からあるんだね、リラックマって。リラックマお酒飲めるのかだね。これリラックマも飲める。ね、同い年いっぱい、嬉しい。もうプリキュアね、同い年なの嬉しいし、リラックマも同い年なのも嬉しい。アキさんが言ってたさ、なんかプリキュアのあれ行きたい、東京。反復横跳び以外もそう、まだちょっとね、そう、あそこはなんかね、そのはなんて言うとしたんだっけ、あ、そう、今リラックマなの20周年おめでとうでリラックマなんですよ、ショールームさん。リラックマ20周年おめでとうっていう記念でこんな感じ。ゆうまさんリラックマありがとうございます。バーチさんハート100個ありがとうございます。あそこなんか 2A、 その何度も狙いの2番の A メロはね、なんか自由なんです。そう、もう自由なの、本当は、本当、本当に自由で、なんかそう、 NNB さんはなんか NNB さんもなんかお盆を使って一芸したりしてた。そう、リハの時ずっと何したらいいかなと思って何したらいいかなと思って悩んでて、先生にもっとはっちゃけなさいって言われて、個性を出しなさいって言われて、はいって思って、何しようかなと思ってね。そう、まるさんにも何しようかなってね、そう、何したらいいですかねって言って、そう、うーんと思って悩んだ結果、そう、これだと思ったのが反復横跳びだったので、反復横跳びをしました。パパさん完了しました、ありがとうございます。こんばんは。お盆にね、頭乗せるのはね、意外と乗っかるの、びっくりした私も。意外と乗っかる。先生の評価は良かったです。いいじゃんって言われました。あれ反復横跳びでしょ、私最初下年の時、下年のリハで初めてやったんですよ、反復横跳びを。そう、いろいろ考えたの、何しようかなと思って、側転と思ったけど、いや私側転できないわと思って何かそうできることはないかと思って、だからそうリハの時に、下年の終わりかな、いや違う、下年のリハで初めてしたんですよ。先生にあれ反復横跳びでしょって言って、あ、わかりましたかって聞いたら、わかったよって言って、いいと思うよって言ってもらえたので、本番も反復横跳びをしました。ミクのヒーローさん、リラックマとコリラックマありがとうございます。ドマさん、ピンクの子は誰だ。リラックマ意外と知らないキャラクターさんがいっぱいいる。誰だろうこのピンクの子。あ、熊本から、あ、お帰りなさいませ。 NNB さんのね、公演ですからね、ここ点は NNB さんからお借りしている公演です。ピンクはリス、お、リス、こんばんは。より 100% だ。まあ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 、まあ、いつか、いつか、うん、何かがあった。お盆を頭に乗せるのはね、意外とあのです。得意です。得意でした。意外とね。チュンチュン、ニコタンタンタン。かわいいね、絵柄がかわいいね、リラックマ、この優しい感じが、この後ろの色味とか大好き、背景のかわいくない、なんかふわふわしてる絵とかさ、色とかすごく好き、この背景かわいい。こんばんは。でもあのお盆はね、そう乗っけてるんですよ頭に。
かわいい。ななみんちゃん、じゃあ、ありがとうございます。トマーキさん55回、ありがとうございます。ね、ココテンの衣装もかわいいよね。かわいい。ゆうすけさん、コリラくん、ありがとうございます。桜のコリス、桜の、あ、ピンクだから、ピンクい子だから、桜のコリスっていうの。梅薄いちゃんさん、リラックマン、コリラックマン、黄色ひよこ、ありがとうございます。2個 25? どういうことだ、何の25だ。うちの愛犬ニコは虹と書いてニコと読む。サラッキさん、コリラ君、ありがとうございます。ココテンの衣装は全部かわいい、かわいいよね、すごくすごく。衣装さん大天才です。あ、お盆はあれはたまたまですね。あれはポジションです。NNB さんが持ってるお盆を そのままこのポジションの人は、そう、何表がこの目を持ってるから私たちもこの目を持とうっていうことで。眉毛が薄いのはきっとメイクをしていないからですね。今日はもう何もしてません、何もしない。茶色い子グマ、へえ。リラックマン、いや、茶色い子グマはどなた。前半の衣装かわいいよね。衣装の着替えはね、いや、そんなにね大変じゃないか。衣装がね、多分一着少ないかな、今までの公演に比べたら。でもあれだね、そうだね、前半のあの羽のついた衣装を着るのは結構バタバタしてると思って、いつもハケだとと思って急いでバタバタしながら着てる。そう、眉毛はちょっと薄いですね今。ね、何度も狙いね、可愛い衣装みんな違うしさ、ね、帽子も可愛いしいいよね。何度も狙いの衣装好き。だからアンコールの衣装も好き、可愛いよね。あれね、そういつかね言おうと思ってたんだけど、なんかいつか誰かがきっと MC で言うかもしれないし、私が MC で言うかもしれないんだけど、アンコールの人はあれすごいね、話があるの。言わないでおこうかな。あ、出てて。あ、出てて出て。こんばんは。パパさんバラ、ありがとうございます。1074日、ありがとうございます。閉まる。74、ありがとうございます。しんじちゃんさんばら、ありがとうございます。おめでとう、ありがとうございます。1074、あの王冠、あ、そう、あのアンコールの情熱ハイウェイでつけてるなんかね、王冠ににわかせんべいのやつと、なんか、あらら、あ、腕が抜けそうだよ、ニコさん、お洋服の。まあ、あとアンコール衣装はね、そう、待ちなされ待ちなされ。そんな逃げる話でもない。こんばんは。消える話でもないのよ。あの上着ジャケットなんかいろいろワッペンがついてるんですよ、一つね、みんな
ハートのワッペンとかいろいろついてるんだけど、あれ数字がねちょっとでも後ろについてたり、私はねフードタイプの衣装だからちょうどフードで隠れるところについてたりするんだけど、あれね誕生日の数字が入ってるの。あーって言ってる。私は8月31日生まれだから、そうジャケットのどこかに8と3と1があるの。すごいよねと思って、最初何の数字だろうと思ったんですよ。そしたらみんなが誕生日だこれって言って、そう私は8と3と1がちょっと、1はね割と分かりやすいとこにあったんだけど、8と3はちょっとね隠れ8さんみたいなそう隠れ8さんみたいなとこでねそうそうそう、最初ねそう何の数字だろうと思って、そうなんかそう意外と衣装なんて言うんだろう、フードとかの後ろなんだよ、ちょうどね見えにくいところについてたりしたので、だから何の数字だろうねとか言ったら誕生日だって、すごいよね。そう見直したら確認ね、なんか意外とさ、あと踊ってたりするとさ、ちょうどなんかあそこが見えないよっていうねところとかもあるから、どうだろう、てててて、あ私8分かりやすい。私は8はこのぷわってなってる袖のここに8がある確かね1とか3がねこうなんかちょうどなんかちょうどなんか見えにくいとこにあった気がする。あ1はね左のこの辺にある。3が多分ねこの辺にあった気がする。みほたるさん黄色いひよこありがとうございます、こんばんは、こんばんは。ねすごいよね、かわいい本当にこの衣装好き。靴かわいいの、靴もかわいいんですよ、アンコール衣装の靴もかわいい。よいしょ、ねちょっとなんかね隠れミッキーみたいな気持ち可愛い。私フードの衣装好きだからとっても好き、もうそもそもなんか衣装にフードがある時点で大好きなんですよグッ。明日自分の初日、おー花さんの生誕祭ですね、楽しみましょう。そう最初の衣装緑なのは、そう私前回制服の目のジラシーで緑で、そう私キュウリが好きだから、そうキュウリが好きだからてっきり緑色が好きだって衣装さんはね思ってたらしく、そう思っててくださってたらしくて、私はそうあ本当はねピンクが好きなんだっていうあのねキュウリは好きだけど本当はあのピンク色が好きなんですって話をしたんですよそう本当は実はあのキュウリは大好きですけど、あの色はあのピンクが好きなんだっていうネワレスさんご自由参加でありがとうございます。そう好きな食べ物と好きな色は一致しないじゃないですか。一致するだってみんな。焼肉が好きだったら茶色が好きですか？違うでしょ？ねえ。いらっしゃいませとか、ありがとうございます。いらっしゃいませ。犬飼ってますよ。犬は今こたつにいます。うちのワンコさんは。ね、そうただそうイメージのキャイメージのカラーとして緑になってるだけで、そう好きな色といえばちょっとまた話が変わるんですよ。そうでそうピンクが好きなんですって話をしたから、石尾さんが今回ピンクにしようかなと思ったんだって。そうなの思ってくれたんだって。そうピンクにしようかなと思ったけど、なんか最初の始まる前のさ、なんかダーリンダリンってあるじゃん、あそこの並び順的にそう色のねかぶりとかいろいろ色のバランスを考えた結果、私は緑になったんだって
そう、どうしても緑になったんだってそう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 。でもね、可愛い、なんか緑、緑は緑でもなんかさ、なんかライトグリーンみたいな、なんかちょっとこういうなんか背景みたいなさ、ちょっとなんかパステルカラーチックな緑だったから、そうそう、そういう緑も可愛くて好きです。決して緑が嫌いなわけではないパパさんハートありがとうございます。なんかこういうなんかパステルチックなさ緑って可愛いよね。普通の緑も可愛いけどさ。ペライトは緑のまんまで全然わかりやすいの変えません。もう今更だそこまで言ってしまうと。ペンライトもどちらかというとさ、なんかイメージカラーみたいな感じだから全然緑で好きです。クマックさん、リラックマとコリラックマとキラキラ、ありがとう。好きな色は何番目、緑は何番目だろう。でもなんか好きな色って正直言って物によるからさ、わかんないよね。ピンクも好きだし、白も好きだし、グレーも好きだし、こうやって黒、洋服だと黒も好きじゃんね。ものによって好きな色は違うよっていう話です。だから難しいよね、好きな色っていう話に毎回なるんだけどね。なんかピンクが好きだからって言って、もうこの世の全てのものがピンクが好きですって言われると、ちょっと違うかもなるから、好きな色って難しいよねが毎回思うニコさんはこたつの中にいます。ドガとバレリーナ難しい、バレエ難しい、バレエって難しい。あ、そう、インスタも投稿しました。リナチといったジブリ展、熊本のジブリパーク、ジブリ展っていうとこで、そうそうそう、買ったもの顔なしの靴下買いました。かわいいよね、顔なしの靴下、まだ履いてない。でもね、そうそうそう、履くのね、なんかさ、なんかちょっとさ、顔なしっぽくさ置いてあるじゃない、なんていうの、この売り方がさ、靴下のように置いてあるんじゃなくてさ、こうね、見てよ、こんな風にさ売られてるからさ、そう、開封できないわと思って、まだこの状態でのけてるもうまだね、そう、この状態から動かしてない。ね、なんか飾っときたくなるよね、こんなにね、いい形してると。だってね、こんないい形してたらさ、ね、なんかもったいないよね、履くのそう、リナチとお揃い、いつかリハの時にリナチとお揃いするんだ。お揃っち、お揃っちをするんです。かわいいよね、本当にかわいい。他になんかポスターとかお洋服、パーカーとかあったよ、顔なしのパーカー、なんかこの辺に顔なしのワッペンがペッてついてるようなパーカーとか T シャツもあった。
そういっぱいねグッズってありました。ショッパーが可愛い、袋がね可愛いです、とっても可愛い。パパさん手紙ありがとうございます。でも平日に行ったんだけど、平日でもたくさん人がいっぱいいました。だから多分祝日、その土日とかお休みの日に行くともっとすごいことになると思う。そう、パーカーから欲しいよね、これパーカーいいなと思った。北さん、リスさん、ありがとうございます。そう、愛知のジブリパークに行きたくなった、すっごく行きたい。あとジブリの映画がまた、なんかもう一回見直したくなった。そう、大人気、すごいよ本当に、大人気でした。平日だから人少ないかなと思って行ったらもういっぱいでしたよ。そう、だからね、そんな事前予約、事前にチケットを購入しなきゃいけないから、そうそうそう、急に行ってもそう入れないから予約はしなきゃ。そう、大人気でした、ジブリ展、熊本のジブリ展大人気だった。モノマネでき、モノマネね、モノマネ、私できるモノマネないんだよね。なんだろう、磨いとこう、モノマネって難しい。こんばんは。ねえ、ジブリパーク行きたい、ジブリの映画見たい。私モノマネ何もできない、わからない、難しい。久しぶりに行きました。こんばんは、タダタンタンさん、コリラクマありがとうございます。パッパパッパパッ、よいしょ。そう、ジブリ展に行ってからね、なんだかなんだかね、美術館に行きたい欲が出た。何つながりか分かんないけど、そう、美術館行きたいなと思った。何を教えてた？なんか私教えてないことあった？衣装の話じゃない？そう、全くジブリと関係ないんだけど、なんかね、そう、行きたくなった美術館に。猫バスいたよ。平日だったら猫バスと湯婆婆さんと写真が撮れます。そう、土日祝日だと写真が撮れない。美術館で何を見たいの？何でもいい。そこにあるものが見たい。湯婆婆さんと顔なしと猫バスと、そう、写真がペッて撮れるけど、そう、祝日土日だと撮れない、人が多分多いから。そう、平日限定なの。そう、そこがちょっと気をつけなければならぬところ。何でもいいかな、美術館あんま行ったことないんだよね。ニコは今こたつで寝てます。でも綺麗だなと思ったのは横須賀の美術館、この前雑誌で見たの。
なんか美容室に雑誌が置いてあって、その雑誌にいいなと思った。あと美術館とは関係ないけど、スヌーピーのとこも行きたい。横、そっちも神奈川方面だよねスヌーピーの、スヌーピーみたいな、いっぱいスヌーピーみたいな。上野動物園でパンダは見たことある。美術館は行ったことない。パンダさんは何度かお会いしたことがある。上野の、あ、いた、スヌーピー近所。上、いいな、スヌーピーも行きたいし、アンパンマンも行きたいアンパンマンも行きたいし、スヌーピー、あとドラえもんも行きたい。なんかあるじゃん。え、シャンシャン、はん、そういうのも行きたいいろいろ行きたいとこはいっぱいある。ただ時間が追いついてない。時間と自分が追いついていない。こんばんは。そう、アンパンマンも行きたいし、スヌーピーも行きたいし、ドラえもんも行きたい。行きたいとこある。日本でパンダいるのはどうなの。日本でパンダいるのは上野動物園だけなの。私わかんない。上野動物園ですか。私はパンダさん見たことない。あ、ジブリさんも行きたいよ和歌山にもいるの。へー、私は上野動物園でしかパンダさんまだ見たことない。わー、まだ、でもそれも小学生の頃私がパンダ見たの。そう、何々店っていいよね。行きたくなる、楽しい。しかもそれがさ、よくさ、自分が見てたものとかだとより楽しい。兵庫、そうなの。結構パンダさんいらっしゃるんですね。ミュージアムとか何々店とかいいよね。ニコだ、ニコ、ニコ、みんなに顔見せてあげてよ。あ、やだ、ニコだ、みんなにも顔見せてあげてよ。ニコだ、水飲みっちゃった。博物館もいいね。和歌山、へえ。和歌山県はまだ行ったことがないですね。足を踏み入れたことがまだないです。行ったことないとこいっぱい。行きたいとことかさ、やりたいこととかね、いっぱい山ほどあるんだけど、追いつかない。時間がどうしようと思ってる。そう、やりたいことも行きたいところもそういっぱいあるの。うわーってあるのに、それどころじゃないよーっていう感じ。ちょっと水分補給長めなのでまだ来ないと思います。ニコさん、おいで、おいでや。おいで、ふう。あー、あ、すごい、クッションカミカミしない。あ、少し落ちちゃうよ。そこ、そこまで行くと落ちちゃうよ。あー、ニコさん、ちょっと見せれない、ごめんね。ニコさん可愛いね。ニコさん、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 それはね、違うよ。もうちょっとかーかち。ね、猫だよね。やることがね、こたつで丸くなって、クッションの上で丸くなって。西ぽよさん、黄色いひよこ、ありがとうございます。団長さん、黄色いひよこ、ありがとうございます。
2個はこたつで丸くなる。ニコさん強そう。でもニコさんあれですよ、あの家族に合うって強いけど、なんだろう、他のワンコさんとか人は大好き、人とワンコさん大好きだから結構自分からグイグイ行くね。ニナチにすごかったもんね。いっぱいさん、コリラ君ありがとうございますね。積極的だよね、あなた。人見知りの火の文字もないよね。しないで。石原さん、イラクマありがとうございます。そう、勢いがすごいの。心配になるぐらいこの人オスにオスなの。引くっていう言葉を知らないの。ただタンタンさん、イラクマありがとうございます。イケメンだったよ、ニコ。お、イケメンだったよ。イケメンだって、どうする、イケメンって言われたよ。ね、ちょっとイケメンって言われたよ。どうするどうする、ニコさん。彼すごく人の手を舐める。ね、大きくなった、だってかっこいいだったよ、ニコさん。ニコさんね、誰の手でもこんなに舐めるの、誰でもいいんですよ。犬見知りでもないね。そう、すごすごくついていく。誰の手でもいいんです、彼。手が舐めれたら誰でもいいの、誰でも舐めます。ね、あなた舐めれたら誰でもいいもんね。で、舐め飽きたら人違う人に行くもんね。違うって舐め始めるの。長いよー。そう、なんかひとしきり舐めたら、そう、やめるの。やめて違う、もう一本の手いくか、違う人の手舐め始めるの。ねえ、長いよね。そんなな、ほら、もう諦めて、もう飽きた。もう彼今私の手に飽きました。ひどいやつだ。イケメンってやったのにね、さっきかっこいいって言ったの。ね、落ち着いてるで、もうお夜食も食べましたからね。ねえ、ニコ。何？手見てるけど、私の手見てるけど何？あなた、さっき舐めたよ、だいぶ私の手。だいぶ飽きたでしょ。ウェットティッシュだな、お主狙ってるのは。ニコ、毛伸びるの早いね。すぐボッサボサになるよね。ねえ、ニコさん。ね、1ヶ月に1回美容室に行ってるんですよ、あなた。ちょっとかぶってみようよ。月一に行ってるの。リナチの田中家の話面白かったね。でも、そう、リナチにそう言われるのは、結構みんなから、メンバーから言われるのは、お母さんと似てるって言われる。
ゆなちからは性格も似てるって言われた。でもお母さんの方がもっとふわふわしてるって言われた。ゆなちから。かわいい子がいるの。どうしよう、かわいい子がいる。かわいいニコタン。あ、ニコタンでもさ、正面は向いてくれないんだ。かわいい子がいる、どうしよう。ガチね。あ、あ、起きた、起きた。はい、もうね、おとなしい時間終わったぜって。俺はもう今から暴れるんだって。ああ、味方危ないよ。神々はしないでほしいな。ね、かわいいね。ニコタンタンタン先生、ニコタンニコタン、ダメですよ。あ、またお座りになられますか。こちらいかがなさいますか。オスです。オスだよ。男の子、8ヶ月になった男の子、つい先日8ヶ月になった男の子です。ね、なかなかね、ショールーム中こんなおとなしいことないから、思う存分にと思ったけど、君急におとなしいって言ったら立ち始めるね。かわいいよね。あー、背伸びしてる。伸びてる。背伸びしてる。最近にゆこさんこんぐらいの段差を使って背伸びするんですよ。あのこっちに手、ここに足かけてグイーンってそう背伸びするの。伸びるんです彼。にこさんカリカリはしないで。そう、人のように伸びるんです。丸くなった。眠いんだね、あなた。外暴れたし、お夜食も食べたもんね。ねえ、かわいいよね。ニコさんはね、おとなしいことがまあ珍しいですからね。普段ね、基本なんかみんなとね、ショールームしてるとき走り回ってるね、ことが多いから。かわいいね、ニコさん。猫だね、あんた。どこの猫？あんたワンコよ、一応。みんなに見せてあげよう。見て、今この状態可愛くない？この青いのがクッションなの。猫やん。ね、猫さんじゃん、あなた。ね、丸く収まってる。可愛いよね。でもよくこれしてるよ、なんか落ち着くのかな。まる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 。でも目は開いてるしね、結構もそもそ動いてるね、あなた。かわいいね。でもね、結構普段からそうやってまったりしてていいんだよ。最近結構ガルガルしてるんですよ。なんか急にね、スイッチが入るの。ガルっていうスイッチが入って、そうガルガルし始めるんですけど、まったりしてていいんだよ、ずっと。かわいいね。明日から寒くなるの？またまた？忙しいね、天気。かわいいね、あなたって子は。
今は自分のことをペロペロしてます。今私の腕に顎を乗せてます。明日の配信はそうですね、朝にします。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ニコさん、ちょっと腕どかしてもいい？どう？どんな気持ち？私の顎に腕乗せてるけどさ、どう？どんな気持ち？いい？ちょっとごめんね。リラックス。ニコさんはね、なんか最近ね、スイッチが入るとね、すごいね、ちょっと凶暴チックになるんですよ。なんでだろうねと思って。ねえ。明日は朝配信します。朝の7時半から配信するので、お時間のある方よかったら見に来てください。そう、明日も公演、明後日も公演、楽しみ。反抗期なのかな、なんだろうね。でもワンコさんも反抗期あるってね。やーよーって。そう、お名前は田中ニコ、虹と書いてニコと読む。自己自己さん、リラックマ、コリラックマ、キロヒヨコさん、ありがとうございます。ね、イヤイヤ期反抗期ね、ちゃんとね、人間同様あるみたい。おねむなんですか？おねむ、おねむボーイ。あ、ごめんって。はい、いいよ、おねんねされてね。そう、なんかちゃんと思春期もあるのか、なんかちゃんとあるらしいよ、ワンコさんにも。ね、ニコさん、いやね、爪伸びた、そんなことない。ね、そう、ちゃんと彼も眠い時があるんです。ちゃんと彼もおとなしい時があるんです。今それです。目は、でも目は開いてる。でもこれで彼はもう今日眠りにつくと思うじゃないですか。1時間後ぐらいにもう一度元気になります。休憩したらね、そう、多分パワーがたまります。多分ね、そう、17時頃にもう一回元気になる。よっしゃーって復活するよ。彼はこのままね、寝て明日の朝になることはないですね。一度元気になって、そう、ひとしきりもう一度暴れてから眠りにつく。もう一暴れ充電中ですね。明日はざわちゃんが個展に来てくれます。少し寝て仮眠ですね。だから人で言う、今仮眠中です。あ、ごめん、目つぶってるから、目つぶってるって。ん？思春期なんだ。今思春期なんだって、彼。ああ、だからか。
が今暴れてガオガオするのか、するのは春季男子なんだ。そりゃそうか。そう、なんかもう最近ね、すごいもうガウってするんですよ。もうそう、私たちもガウってカミカミするんです。最近落ち着いたかなと思ったら、ちょっと最近またカミってするようになって、なんだなんだと思った。思春期なんだ、よしよし。ニコさんね、お散歩途中にあの子誰でも散歩行くとね、近所のワンコさんに会うもんね。プニプニ、春季か、しょうがないかじゃんね。まあでも落ち着くよね、人間もそうじゃん。春季とかイヤイヤ期とか思春期とか反抗期とかね、いろいろね、いろいろあるじゃん人も。まあない人もいるけど、割と周り女の子のまんこさん多いよね。男の子のまんこさんあんまりいないか。女の子が多い、ご近所さんのまんこさん。まこちゃんと会ったことあるよ、ギルのお家に行った時に何度か会ったこと。まこさん、思春期が落ち着いたら落ち着くかな。おお、彼は今寝てます。ぐっすり。目がつぶってます。一緒に寝る、寝るよ。あのね、朝とか一緒に寝る。起きるの早いから、そう、もう一回寝ようって言ってもう一回寝ようって言ったり、その夜とか夜とか私が眠たい時、こたつにいる時、一緒に寝ようって言ってギュッて、 そしたら、ね、一緒に寝てくれるそしたらニコもね、まったりしてくれる。たまにニコの目開いてる時ある、私だけ寝てる一緒に寝ようって言ってして。北さんだるま、ありがとうございます。なんかないっけ、なんかあるよ。あー寝てる。そう、にこさんに一緒に寝ようよっつってキュッてする。グイって一緒に寝よう寝ようって言ったらね、そう、寝てくれるの、たまーに。でもね、彼可愛いんですよ普段ね、見て、普段彼可愛いんです。こんな姿がある、あー恥ずかしい。そう、見て、彼可愛いんですよ。見てください、彼かわいいの。
本当の足落ちてるよ。いいの、クッションの上で寝てるけどさ、片足落ちてるよ。片足落ちてるけどいいんですか、あなた。それで、それで満足だな、あなた。片足落ちてて。なんかね、お母さんが写真撮ってたんですよ。寝息が聞こえる。寝息が聞こえる。スースー言ってるよ、彼。寝息が聞こえる。結構ぐっすり寝てる。だいぶぐっすり。彼可愛いんですよ。あ、でもね、私の顔が最悪だ。モザイクしようか。私の顔が最悪だ。どうしよう。あ、ごめん。起きる？起きない。ニコと寝るんだけど、そう、私のね、私の寝てる顔が嫌だね。私の寝てる顔が嫌だね。どうしよう。何が起きる？ひげちゃんさん、リラックス。ありがとうございます。たちゃん、ご利用ありがとうございます。どうも。うん、似てるね、彼。とってもだいぶぐっすりだな。ちょっとモザ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 もだもだ。もだもだ。やっぱさ、寝顔ってさ、可愛くないじゃん。ね、寝顔可愛い人すごいよね。寝顔可愛い人すごいなと。見える、ちっちゃいけど、ここに猫がいるの。ちっちゃいけどいるの、ここに猫が。ほら、ここに猫がいるの。あっ、私の自撮りが見られた。恥ずかしい。腕の中に猫がいるの。ガッとした、すごい。そのニコさんをね、ガッとして私が寝るの。私がもうニコさんを捕らえるの。寝よっつって、そしたら一緒に仕方なく一緒にいてくれる。嬉しい。ニコさんあったかいからね、とっても嬉しいよ。それで言うと片足落ちたままでいいんだ。そう、ニコさんをもうガッとして、あ、でもそんな力強くガッとしてずに、そうカッとして寝てます。朝とかもう一回寝ようとか、夜ちょっと一回寝ようって時とかに、そう抱えてる。
かわちいね、彼は足が落ちてて、かわいい、どうしよう、かわいい、いいかな、これ見て、ニコさんの今、今のニコ、あ、なんかすごい落書きできるようになって、見て、これ足だよ、足、かわいい。ニコその時じっとしてる。なんか私がね寝てたらじっとしてくれる。ありがたい。でもなんか我慢の限界になったら動き出すけど。かわいいね、あんたは。寝てるときはね、人が寝てるときはじっとしてる。かわいい。ズンズクズン。ズンズクズンズンズン。すごい、ちゃんと寝てる、だいぶ。怖いな。起きたときは怖いな。ドキドキ。ニコはたまにいびきするけど、あんまりいびきしないかな。いびきかかない。そう、なんかさ、お酒飲むといびきかくようになるって言うじゃん。言うよね。まだかかないけどね。まだ全然かかないけど、そう言うじゃん。それはちょっとね、二十歳になってドキドキすることだよね。ね、まだいびきかかずに寝れてるけどさ、多分いびきかかないよね、私。そう、二十歳になってさ、まあ、お酒が飲めるようになったわけじゃないですか。だからまあたまに飲むわけじゃないですかね。え、やだな。いびきかくのやだなと思いながら。飲んだ日の夜だけ？わー、そうなの？それは分かんない。いびきすごかった？ニコさんはね、あんまり、たまになんかクーって言ったり寝息がしたりするだけかな。そんなにガーッとはない。寝言を言う、あ、歯ぎしり、あー、なんか寝てる時って本当にわかんない、自分じゃわかんないからなおさらね、気をつけようがないよね。正直さ、もうだって自分が寝てるわけで気づか、わからないじゃん。もうだって気持ちよーく寝てるわけだからさ、周りの人しかわかんないじゃんって考えると怖いから嫌だなーと思う。ね、その実話っていうのが、でも家族に聞けばいいじゃん。だって家族にさ聞いてさ、隠される話なんてないじゃん。 なんでわざわざ隠すのってなるじゃん。お母さん曰く、まだいびきはかかないそう。でもどうだろうね、二十歳になってお酒飲むようになってってね。あ、まあまあまあ、まだそんなにね、たくさんは飲まないから大丈夫だと思ってます。ドキドキ。寝言もあんま言わないと思うな。わかんないけど、知らないよね、まあ、正直寝言の話。ね、うるさいってなるかな、どんな音するんだろうとか思いながら。めちゃめちゃ可愛いの。可愛くない？見える？まだ見えない。ね、おしゃだと思って、おしゃで可愛いと思って、これ時計もな、時計に、時計じゃん、しかもでも目覚ましにもなって、
目覚まし時計にもなってスピーカーにもなるんだって。すっげーと思って、かけーと思って投げませんよ。でもいい値段しただいぶいい値段したから、うん、悩んでるよね。そう、時計、時計、時計だね。確か目覚ましの時計、目覚まし時計でもアラーム、アラーム、ワイヤレス充電機能、ワイヤレス充電機能も備えてるの？ん？本当に？すごいねこの子。え？アナログロックとワイヤレス充電機能を装備。え？どういうこと？ワイヤレス充電機能って、え？ん？どういうこと？ワイヤレス充電機能ってどういうこと？スマホとか充電できるってこと？すごいねあなた。その軽量で小型のボディからは想像を超える温かく心地よいサウンドを響かせてくれます。だってスピーカーもあるの、スピーカーでもあるの、結構すごい機能よき、機能よきよきさん、いいなと思って。かっちょいい、おしゃれでかっこよくて、かー好きーと思って今見てると、もう 見るで止まってるけど、ね、そりゃいい値段するね。充電もできて、時計もあって、スピーカーもあるんだ、天才だね。スピーカー欲しいよ。最近見つけたいいなと思った商品とってもいいなと思ったものです。すごっ、スピーカーの上に置いたら充電できるんだって。やばすごっ、おいくら、おいくらでしょう。さあ皆様、問題です。おいくらでしょう。はるみさん、リラックマ、これリラックマ、黄色いひよこ、ありがとうございます。さあ私が今見せた、充電もできます、時計もあり、時計でもあります、スピーカーです、スピーカーでもあります。さあさあさあ、おいくらでしょう。でって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 。あ、起きた。あ、すっとぼけてるね、あんた顔が。でって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 。おはよう。よく寝た？さあ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 、おー皆様想像してますね、いくらか。あくびしてるね、あなたは。え、これスコアだよね、ね、円とかね、円だよ、ドルとかじゃないもんね、これ円ですよね。正解は税込み3万3000円です。キャーっていう値段ですね。それあってすぐにカートに入れられませんっていう値段です。見直しました私もね。そう、いい値段してるなと思って、そりゃすぐカートに入れらんねえやと思って買わない。そうね、いいなと思って、でもすごくいいなと思った、でもすごいいい値段するなと思った。そう、そんな話
ね、ただけど叩けないし投げれないでしょ。また目つぶってるよ、ニコさんは。そう、ためらうよって。まだね、そう、カートには入れてない。わかんない。知らない。そこまで知らない。どうすよ。ね、でも目覚ましだけじゃないからね。目覚ましもできて、充電もできて、スピーカーもあるって考えたら。まあまあ、まあまあまあ。ね、まあ、だってそれをね、個々で一つずつ一つずつ買っていけば、まあ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 って。まあ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 ねえ、確かに落としたらね、涙涙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 がもう溢れちまうぞって話になるんだけどね。うん？なんかおしゃれ。悩みますね。ニコさんは寝てるし。似てる。色はね、白、ブラック、なんか白、ブラック、コニャックっていう、なんだろうこの色、コニャック、うん、コニャック、わかんない、なんかコニャック、あ、ごめんってなんか茶色オレンジっぽい色とレッドがある4色。こんにゃく。じゃあ今52分なので55分になったらランキングを見ます。コニャック、なんか黄土色とオレンジ色が混ざったような色だった。明日の配信は朝にします。7時半からします。お酒の種類なの、コニャックって。へー、初めて聞いた。ウイスキーなの、コニャックって。あ、でも確かにウイスキーっぽい色かもしれない。あんまウイスキー見たことないけど。こんにゃくちゃうちゃう、こんにゃく。へえ、お酒なんだ。会社なんだろうこれ。初めて見る会社。ブランド、スイス、スイスのブランドですって。スイス、国スイスのブランドさん。そう、雑誌で見つけたの。雑誌をこうやってね、パラ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 見てたら、あら、これはすごくすごくおしゃれな時計があると思って、そう、気になって調べたのその美容室でもう雑誌をね見てたんですよ。あ、ニコニコニコさん腕抜けてるよ、あー背伸びしてるそう、スイス製ですね。袖の腕が抜けてるよ、ニコさん。お水飲みに行かれた。おいで、ニコ。あーらら、あ、ニコ、もう少しで水がなくなるね、あなた。次出さなければ。
少々目が覚めたお様子。ニコさんおいで。ニコさん、あ、水だいぶ飲むねだいぶ飲むね、君。ニコさん、すごい、袖が抜けた状態で徘徊してる。おいで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 、ニコさん、ニコさん、あ、こたつに行かれました、あなた。はあ、場所が変わりましたね。ちょっとお休みされるこたつに変更されました。彼はちょっとこたつでもう一休みするみたいです。クッションの上でなかったみたいですけど、水分補給されて。じゃあ55分になったのでランキング読みます。ニコさんはちょっともう今日はいっぱいショールームに映ってくれたのでお休みです。グンナイ。そして私もグンナイ。13位ハルミさん、ありがとうございます。12位タダタンタンさん、ありがとうございます。11位ボンちゃんさん、ボーちゃんさん、ありがとうございます。10位トモップーさん、ありがとうございます。9位のりんさん、ありがとうございます。8位あまぐりさん、ありがとうございます。7位しんじいちゃんさん、ありがとうございます。6位たっちゃん、ありがとうございます。5位アストラックさん、ありがとうございます。4位なみよういくじらさん、ありがとうございます。3位パパさん、ありがとうございます。2位バウチさん、ありがとうございます。1位ひーくんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。では今日も見てくださり聞いてくださりありがとうございました。皆さんゆっくり休んでください。おやすみなさい。バイバーイ。